めんこ、めんことは、日本の子供の遊びで使われる玩具の一つ。め子の語源は、小さなめつまりメンつの意味である。めんこは、日本の昭和30年代においては、メンチ、パンス、パッチンとも呼ばれていた。めんこには素材により、泥め子、鉛め子、紙め子がある。最もよく知られた形態のめ子は、紙製のいわゆる紙め子であり、 厚紙製の手の平台のカード型や円形で、片面に写真や図柄が施されている例が多い。また、その遊びそのものをも指す。カード自体が、コレクションの対象にもなっている。駄菓子屋などで販売されているが、牛乳瓶の蓋などの適当な素材で代用することも、ある。昭和時代の日本では、子供の遊びとして広く流行した。最も古い形態の面子は泥面子であるが、 紙綿子とは遊び方などの点で異なる系譜にある。なお、紙綿子に似た遊びに、英語圏のミルクキャップス、韓国のダクチなどがある。綿子の起源は、平安時代の資料に現れる、一線などの遊戯にあるとされている。ただし、このように資料に現れるはるか、昔から、太古の昔の子供たちは、貝殻や好み、石などを臨機応変に遊具として用いていたと考えられている。 江戸時代には貝や、好み、絵ン、泥面などを用いた穴人遊びと呼ばれる遊戯があった。穴人遊びは地面に掘った小さな穴に貝などを投げ入れ穴に収めたものを勝ちとする遊戯である。天保年間には穴人遊びの遊具として泥面を用いることが広まっていた。泥面を用いた穴人遊びは、 明治中期に至るまで子供たちの間で根強く行われたが、明治時代には遊戯の名称が、綿子と呼ばれるようになった。エセン綿片木、消し綿、泥綿を用いた遊びは、後世になって謎綿子と総称されるようになった。なお、泥綿子を用いた穴人遊びは、石蹴りのルーツになったとも言われている。謎綿子の流行時代は、 明治初期まで続いたが、鉛綿粉の登場により衰退し、一部の地域における郷土玩具や自社の土産物に残存するにとどまった。明治10年代になると、鉛綿粉が急速に普及した。江戸期からあったガラガラせんべいと呼ばれる菓子にはもともと土製の消しめんが入れられおはじき遊びのような遊び方が行われていた。このガラガラせんべいに消しめんに変わって、 鉛製の玩具が入れられるようになり、やはり最初は、おはじき遊びのような遊びが行われていた。しかしやがて鉛という材質に適した、おこしと呼ばれる遊び方が一般的になった。遊具の経譜では、鉛綿粉は従来の土製の消し面や泥面を鉛を材料に置き換えたものであるが、土という材質の時には得られなかった鉛という材質に特有の遊び方を生じた。 鉛面粉で生じた独特の遊び方に刀剣遊びやおこし遊びがある。鉛面粉をおこし遊びにより何度も使用すると変形が起こり図柄も歪む。不細工な顔を意味するおかち面粉はこの歪んだ面粉の図柄に由来する言葉である。しかし鉛面粉は1900年の大阪での鉛中毒事件により一気に下火となり。 従来の研究ではおよそ20年の歳月で姿を消したとされている。しかし、大正期に小学時代を送った大岡昌平の回想などに、鉛綿子の記述が見られ実際に下火になった時期については異なる考察も見られる。明治10年代になると、従来の鉛綿子に代わって紙綿子が登場した。子供たちは画用紙を幾重にも折って紙綿子を作っていたが、 その商品化を考えていた大人たちに画期的だったのがボール紙の登場であった。材質の安価さはメンコの爆発的普及とメンコ産業への新規参入ブームを巻き起こした。また、明治20年代には印刷にも技術革新があり廉価な印刷法の普及はメンコへに多大な魅力を生み出すことになった。紙メンコの図柄。 編集流行物のキャラクターなどを取り入れて21世紀に入っても細々と受け継がれている。最も典型的な遊び方である、お越しのルールは以下の通りである。地面に面子を置く、別のものが別の面子を叩きつける多くの場合、以上の競技手順は同じだが、あらかじめ地面に置かれた方の所有権の移転に関わる、勝敗の決め方が、地方や集団によって異なる。 所有権の移転がなされる場合の代表例を以下に列挙する。地面に置く面子の枚数は1枚の場合もあるが、複数の参加者が1人1枚、または参加者1人2枚など、様々である。また、面子の大きさに対象があり、子供にとって欲しい図柄が異なるので、自分の欲に任せて明らかに不当なルールを適宜つける、例が横行する。 取り上げられたメ子は返してもらえないので、真剣に遊ぶ要素がある。雨に濡れると柔らかくなるので、ローを塗りつけるという強度保持をする一方、裏、この他にも他のカードゲームと類似した遊び方である、積みや抜き、落とし、また物理的な遊び方として、壁当て、滑りなどがある。直径6センチメートルの丸メ子を、 長さ3 8トルのゴム銃に乗せて発射して5ル、先の直径1 8トルの的紙に当てる。競技で、綿子射撃は2009年、樋口博之則が商標登録し、長岡駅前に国際綿子射撃場を設立して普及している。地域、時代によって綿子の名称は異なる。ありがとうございます。